注意、この動画はうぷ主の考えをもとにマップを解説する動画です。すべて正しいわけではないので、参考程度にお願いします。その、大丈夫ですか？あ、うん、昔作った QVC 福島の動画見てたら収まったわ。本当に大丈夫かなこの人。今日は何するんだっけ？マップ解説ですよ、マップ解説。あ、うん、そうそう、白き白銀の都会だっけ？黒き黄金の村。だ、二度と間違えるなクソが。さ、サーセンした。とまあ実際死にかけてるのは事実ですが、それは置いといて。こちらが最後の物件になっております。ではいつも通り航空写真を用意しました。そして、このマップを3つに分けるとするなら、このように、洞窟側と工場側に分けられると思います。なんとなく予想はついてるけど、どっちが不利なの？はい、もちろん工場側です。でも、それだと説明不足だからちゃんと説明していけや。はい、もちろんです。というわけでいつも通り参考映像を用意してません。無理をなさるな。どういうことですか？はい、映像よりもわかりやすい画像を、ウィキの方で見つけたので紹介します。それがこちら。はい、すっごいわかりやすい。賢明な判断だ。これ制作した人頭いいと思います。ってことで、これはどう車線が通るのか分かりやすくした画像。このように、工場側は洞窟側からかなり車線が通る構造をしており、ここを取ったところで、全然有利じゃないんですよね。さらには、工場側が洞窟に比べて低所にあるってのも弱いポイントの一つですね。以上のことから、どんな場合でも絶対洞窟側で戦うようにしましょうね。車種を問わず、絶対洞窟側に行くんだぞ。あ、もちろん。はい、洞窟側での各戦車の立ち回りをちゃんと紹介するから安心してくれよな。それじゃあ行ってみよう。いやーほんといつも前置き長くて申し訳ないんすわ。解説動画って結構ガチガチなもの多くて見てる側疲れると思うし、茶番とか含めてやりたいのがうぷ主の考えですからね。うむ、つまんねえ動画は頭に入ってこないからね。ってことは置いといて、まずここは定番の偵察ポジションでしょうね。初動で敵がどう動いてるのかわかりやすいし、偵察が終わった後も洞窟側で戦ってる敵に横やりさせるのがポイントやね。あーやばいな、先にここ味方入っちゃったや。って場合はここの茂みで戦うのもありですよ。ここも十分横やりを入れれるポジションですし、ただしここのラインは後々紹介する駆逐ポジから撃たれるので注意ですね。こっち味方少ないなーってなったらこっち側で戦うのもおすすめ。ただしここは基本重戦車が殴り合うポジションだから装甲のない戦車は注意してね。場合によってはここでクロスを組みに行くのもおすすめやね。ただしここも駆逐ポジから撃たれやすいポジションだし、基本的に装甲がある戦車で行くのがおすすめですよ。はい、じゃあここで上級者テクニックのご紹介です。初動でここの中央の茂みに行って偵察ポジションです。見える範囲も広くて初動で行ければ強いけど、その分射生物がなく見つかった時撃たれやすいから初心者の人が行くのはおすすめできないよ。もちろんここは足がある戦車が行く場所であり、パンターとか M4 とかで行かないようにね。てなわけで北側スタートのご紹介です。って言っても南側とほとんどやってることは一緒ですが、頭痛で死にかけてる二等兵軍にとってこの方が編集楽でいいっていうのは内緒ですよ。ここもさっきと同じポジションだね。はい、そうです。ここも敵の動きが分かりやすいです。言うの忘れてたけど、敵も同じことしてきて同時に見つかるってこともあるから注意してね。もちろんこっち側の茂みも南側と同じように使いますよ。そして同じ屈曲のラインだから撃たれないように注意しよう。洞窟側でもやってることは同じなので割愛します。特別大きな違いはないからね。ところがどすこい、上級者テクニックも同じなんだな。あ、ちなみに手前の茂みだとあんまり見えないからちゃんと中央まで行こうな。優先度は低いし、絶対行く場所じゃないし無理はしなくていいんやで。じゃあ編集も無理しダメです。グーン。3人はどういう集まりなんだっけ？はい、じゃあ用意スタート。このマップ、やっぱり重戦車の立ち回りが一番重要な気がします。今日の運勢とかで、あなたは工場側に行くべきでしょうってあっても、絶対行ってはいけないです。行ったやつ俺にジュースを奢ってもらうからな。発想が中学生。やんけ、ジュース美味しいんだからよ。じゃあまずここら辺で打ち合いになると思います。ここは隙を見て打ちに行く形になるので、車体を長時間出さないようにしようね。そして、隙を見てこっち側からクロスを組みに行くもありです。クロスは組めるけど、孤立しちゃう形になるから、状況をしっかり見て動かないと大変なことになるよ。もちろん、軽中戦車の時紹介したここのポジションもおすすめですよ。動画のような S7 だと、ハルダウンもできるし。重戦車は、ここをどこまで抑えれるかで戦況が変わってきますからね。やってること一緒だけど、北側も紹介していくぜ。ちなみに、いつもアクション X 君を参考車両にしてたけど、今回は S7 君を採用しています。実際何を採用すればいいのかわからないので、とりあえず足の速い戦車を基準にしています。そうです、移動がめんどくさいんです。あ、うん。まあ、南側とやってること一緒なので、倍速で垂れ流ししてますが気になさらず、S7 でもハルダウンできますね。あ、そうそう、ここのポジション気になった人いるんじゃない？確かに、ここ戦車によっては頭だけ出せるよね。うん、ここ確かにいいんだけど、孤立気味になって、重戦車が倒しに来る可能性もあるし、こうやって撃てるけど、結構場合により蹴りだから、基本的には、洞窟の中を目指す感じで動けばいいんじゃないかなって思います。優勢戦だと占領できるけど、なかなか難しいと思う。
俺と愉快な仲間たちのコーナーです。はい、じゃあプチッポジのご紹介です。今回も移動がめんどくさいという理由から仮設トイレくんに活躍してもらいます。地区戦車でも基本的に洞窟側で戦うことになります。はい、じゃあここ有名なポジションですね。ここではメリットとして偵察に来る戦車やここで戦っている戦車を撃てます。デメリットとしては相手の駆逐からも撃たれること、洞窟側を支援するとき茂みがないこと、横から回ってこられたらしんどいことですね。ここに戦着がいた場合はここのポジを使うのも定番かもしれませんね。メリットとしては洞窟側の敵を撃てる。デメリットはここに入る時にスポットされて一発もらう、もしくはバレたら身動きが取りづらいところですかね。遮蔽物は仮設トイレ組んでも大丈夫なので大抵の駆逐いけると思うよ。で、車高の低い駆逐とかだったらこの岩で待つのもありじゃないかな。特に大口径の駆逐はここで一発狙ってることが多い気がします。すみません、二等星君駆逐乗らないのでここくらいしか思いつかんすわ。まあ砲塔あったり硬かったら洞窟で戦ってもいいと思うけどね。味方重戦車の邪魔にならんよう気をつけながらね。北側も大体同じ感じです。北側の方が家だからちょっとだけ立ち回りやすいかな。まずは安心と信頼のここだよね。ここに入ってないことはまずないってくらいいるよね。ここは偵察に来たやつ撃てるし押さえておきたいポイントっすね。で、ここも定番中の定番、洞窟の支援ができるし良いポジションです。そしてここの岩も使えますね。ただし南側より若干岩が小さいから車高の高い戦車ははみ出てることがあったりするぞ。大体主要なのはこれくらいかな。他にもあるんだろうけど下手に変なこと言うのもあれだし、ここまでにしときます。普段駆逐なんて乗らないしね。たまに工場側からこうやって撃ってる駆逐もいるけど、見ての通り工場側は茂みも少なく開けていますよね。つまり見つかった時車体丸見えパラダイスなので絶対やらないようにしましょう。そもそも工場側がどう考えても弱いし。毎度毎度長々と付き合ってくれる方本当にありがとうございます。そうです、毎年恒例、これはほんの一例ですからね。毎年恒例だったのか。とりあえず初心者の方は工場側には絶対行くなを心がければいいと思います。ちなみに味方が工場側に行った場合、正直勝てるか怪しいけどここら辺で構えるしかないですかね。敵が工場だった場合、無理に詰めずに洞窟側で構えるといいです。ほぼ勝ち確だからね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。バイバイ。